倉本さん、先日スクワットをして膝の裏に痛みがあり、力がふっと抜けてしまいました。外側の、ね、皮腹筋の外側と、の、膝裏に近いところが張っていて、ローラーでコロコロするとすごく痛いです。膝裏とふくらはぎの痛みは関係ありますか？あるかもしれないですね。ありそう。ただ倉本さん、ひょっとしたらなんですけど、すねが内に回りやすくなってるかもしれないですね。それだとね、逆もありえるんだけれども、まあ、むしろそっちが強いかもしれない。すねが内に回るというと、外側の皮腹筋の頭、膝裏のあたりっていうのが縮むと、すねがちょっと内に回るような形で押し出されるんですよ。で、それを引き戻そうとする力っていうのは、外側のハムストリングスで、作るんですね。でその外側のハムストリングスなんかが、故障を起こすと膝裏全体に痛みが出てくるんですね。あとはしゃがみ切ろうとした時に物が挟まったような感じの違和感が出ます。でそうなってきた時にはですね、ちなみに引き伸ばされるような刺激が入った側の筋肉が痛みを、悲鳴を上げるケースが非常に多いですね。それは負荷が強いからなんです。カウンターバランスでなんとか戻そうとして、骨をね、引き戻そうとしている側に故障を起こす。でその場合にはですね、ニーチューニングがおすすめかな。はい、あれは立って、で気になる側を台に乗っけて、まず手をですね開いたら、親指差し指のこの L の字あるじゃないですか、はい、この L の字を膝裏に引っ掛けていただきたいんですよ。でそのまんま4本指をすねに巻き込んで握っていただきます。で反対側はこちらで支えておきましょう。つま先方向に大腿骨を進めて戻す、進めて戻す。ここを握ったままでやると、ここここここ全部整っちゃうんですよ。はい、あれは一応基本内旋しないすねに対してっていうようなものではあるんですけれども、どっちにも効いちゃいます。はい、なのでニーチューニングやってみて、そうだね、そこでの変化を見てみたいですね。でもう一つはですね、普通にカーフレイズをしてみたらいいんじゃないかなと思うんです。でここでいうカーフレイズは、上げるだけではなくて、プレートかなんかの上に、もしくは階段の端にこう立ってですね、こう上げるじゃないですか。フルで下げてもらいたいんですよ。要は足首のストレッチがかかるレベルまで下ろすってことですね。上げる、下ろしきる、上げる、下ろしきる。この下ろすフェーズで、皮腹筋、ふくらはぎの深層筋から全部含めてね、ぐーっと引き伸ばすコントロールっていうのを神経系統が学ぶことができるんですね。でその辺でなんとか帳尻が合ってくる可能性を考えています。ちょっとお試しいただいて、はい、あとはそうだな、あとはね、ひょっとしたらスクワットの足幅が広いのかもしれないね。はい、そうすると相対的にすねを内側にねじり込んでしゃがむことになるんですよ。いいことなんだよ。だけどそれで疲労困憊してしまった部分が悲鳴を上げているので、ね、そこで強く使われている筋肉たちが悲鳴を上げているって考えた場合には、スタンスを変えて他に主導権を他に移してあげるって手を考えて使っていただきたいですかね、うん、広くしてるんだったらちょっと狭くしてみるとかね、はい、そんな工夫はすごく役に立つと思いますよ。あとは力線を変える意味で、ローバーでやってるんだったらハイバーやフロントスクワットに変えるっていうのも一つの手です。